フェルディナント・ポルシェ、フェルディナント・ポルシェ、ファーディナンド・ポーシュ、1875年9月3日から1951年1月30日は、オーストリアの工学技術者、自動車工学者。ダイムラーのメルセデス、ベンツとの合併後は、ダイムラー・ベンツ、現メルセデス・ベンツの古典的高性能車群、ミッドシップエンジン方式を採用した。 画期的レーシングカーのアウトウニオンピーバーゲン、史上最も成功した大衆車と言われる、フォルクスワーゲンタイプ1、ビートルなど、1900年代から1930年代にかけて自動車史に残る傑作者を多数生み出した設計者として知られ、さらに、ティーガー戦車、軍には採用されず、試作のみに終わる、超重戦車マウス、こちらは、 試作二両のみであり、一両は戦闘に参加したエレファント重駆逐戦車といったドイツ国防軍戦車150トンに及ぶ軍用トラクター、風力発電機も手掛けた多彩な人物であった。口癖のように技術的問題を解決するためには美的観点からも納得のいくものでなければならないと言っていたという、その結出した業績から 後年の自動車評論家たちによって、20世紀最高の自動車設計者に選出されている。ポルシェという姓は、スラブの男子名、ボリスラフから派生したと思われるが、東部開拓時代に、ドイツ家族に取り入れられた可能性もあり、その家族がスラブの血を引いているとは限らない。高祖父は、ベンツェル・ポルシェといい、現在チェコ領である北米面で領主の小遣いをしていた。 その後一族は大工、樽作り、仕立て屋、食工、ブリキ在庫屋などといった職人をしており、中には漁師を抱えの者もいた。父アントン・ポルシェは1845年に、アルトハルツドルフに生まれ、年季暴行を済ますと、オーストリアイコール、ハンガリー帝国の支配下にあった北、ボヘミア・リベレツ近郊の町マフフェルスドルフ、マファースドーフ、現在のブラティスラビチェなどに住 ベラタスロビスなど2層でブリキサイク職人となり、1850年生まれのアンナ・エールリッヒと1871年に結婚した。フェルギナント・ポルシェはマッフェルスドルフでアニ・アントン・ポルシェ、姉、ヘート・ビッヒ・ポルシェに続く次男として生まれた。父・アントンの仕事を継ぐはずだったアニ・アントンが、徒弟方向中に機械に巻き込まれて創生したため、若い頃から、 父親の仕事を手伝っていたが、子供の頃から電気に興味を持って、独学で実験を行うなたんなる職人にとどまらない、好奇心を見せていた。停止関白であった父親は、最初固くクな態度をとり、ブリキザイクに関係ないことはすべて禁じたが、フェルディナントは1日12時間という、厳しい労働の合間縫って、屋根裏で実験を続けた。母親はこれを黙認していた。 ある日父アントーンは、フェルディナントの計略を見破り、実験室になっていた屋根裏に押し入ったが、その際硫酸の入ったバッテリーを踏みつぶして、長靴や肌をやけどし、余計に腹を立てて、厳しく罰した。母は、ウィーンの学校にやることを主張したが、父は、妥協案として、ライヒエンベルク国立工業高校の夜間部通学を、許した。それでも父親は、 金属細庫の仕事を継がせるつもりでいたが、自力で電源設備を製作しがいで初めてまたは二番目に、自宅に電灯をともしたポルシェを見てその才能を認め、ウィーンに出ることを認めた。家業は弟で父アントン・ポルシェの四番目の子、オスカル・ポルシェが継いだ。1894年、首都ウィーンに出たポルシェは、電気機器会社、ベラエッカー、ベイラエガー、ゲン、 ブラウンで働く傍ら、ウィーン工科大学の聴講生として、熱心に学んだ。ベラエッカーでは実習生でありながら、技術的課題に対して、第六感があると評され、また常に、新しい自己独自のアイデアを持っていたため柴叩く、間に昇進、4年後には検査室長になった。すでにこの頃から自動車への関心を持ち始めており、モーターについての特許を1897年末に、 申請している。電気自動車を手掛け始めていた、ウィーンのもと、抹車メーカーのヤーコプローナーの電気自動車が、モーターの修理で、ベラエッカーに入庫したのをきっかけに、1898年、ヤーコプローナーに引き抜かれて、自動車開発を手掛けることになった。この時わずか23歳であった。車輪のハブにモーターを搭載した、電気自動車、ローラーポルシェを考案し、 1900年のパリ、万国博覧会にも出展された。この発想は、現代の電気自動車や一部のハイブリッドカーに用いられるインイールモーターの先駆である。1905年に、オーストリアのエンジニアを表彰するペティング賞を受けた。自分の研究開発が進まないのは、ローナーの会社規模が小さいからだと感じ、1906年に、 アウストロダイムラーに技術部長として移籍し、初めて白紙からスポーツカーを設計する機会を得て1909年、紀藤サイチェシー 5700cc エンジンを搭載した 2830HP マヤを設計、プリンツハインリヒトライアルで1から3位を占めた。この時1位の車両を運転していたのはポルシェ自身であった。また、翌1910年にもさらに軽量化と、 空力改善を進めた27、80HP でまたしても1から3位を占めた。この2年の勝利で設計者としても、レーサーとしても、名声を得ただけでなく、ランチアのヴィンチェンツォランチア、ブガッティのエットオレブガッティ、ボックスホールのローレンス・ポメロイ、タトラのハンス・レドビンカなど、当時の一流設計者と進行を結び、技術的な討論を交わす機会を得、特に、レドビンカとは、 中世友人として交際した。自動車だけでなく各種の航空エンジンを開発し、1910年には最初の航空機用エンジンが出荷され、この時にはオーストリアにはまだ飛行機は一機もなかったが、ポルシェは飛行機の将来性に気がついておりエンジン開発を継続する、要主張。第一次世界大戦前、ダイムラーの航空用エンジンの優秀性はすでに世界に知れ渡った。 重量軽減のため薄い後半をシリンダーバレルの周囲に溶接し、シリンダージャケットとする手法は後に、ダイムラーベンツで設計したスーパーチャージャー付けエンジンに採用されただけでなく、彼がダイムラーベンツを去った後も、V 型12気筒エンジン DB601 や、メルセデスベンツ 300SLR の直列6気筒エンジンにも見られる。1912年から彼は、 空冷エンジンに切り替えた。最初の空冷航空エンジンは水平対向4気筒オフで当時傑作と認められ航空先進国だったイギリスのビアードモアでも生産されるほどであった。このエンジンはイギリスのサイエンスミュージアムに展示されているがこれを見ると驚くほどフォルクスワーゲンのエンジンと似ているという。1918年にはプロペラ回転の隙間を塗って 弾が発射されるよう設計していた。これらの業績からアウストロダイムラーの総支配人となり、オーストリア皇帝より、フランツ・ヨーゼフ十字勲章と、軍功労十字勲章を、1917年に、ウィーン工科大学から名誉博士号を授与された。叩き上げの技術者で大学を卒業していないポルシェが、博士の継承で呼ばれているのは、 自動車工学の実践的側面への消出した功績を叩いて授与されたこの名誉学位に由来する。ポルシェは自分の設計したエンジンが装備された飛行船のテスト飛行にも参加し、危うく大事故に巻き込まれそうになりながらも自ら機械を修理してなんとか生還した。1918年第一次世界大戦に敗れたオーストリアイコール。 ハンガリー帝国が解体され国民が急防したのを見てポルシェは今後価格も維持費も安い小型車が市場に受け入れられると感じ経営陣に対して小型車の開発をたびたび提言したが受け入れられなかった。しかし友人のサッシャコローラーと伯爵が小型高性能車開発のアイデアに共感してすべての研究開発費を援助することとり 4台の小型スポーツカーが製作された。ボアハイ 68.3mm ストローク 75mm の直列4気筒1 1 0 0 c ー1 c 4 5 h p エンジンを積んだこのスポーツカーは出資者の名を取り、サッシャと名付けられたルガフローリオに出場 1100cc クラスで1、2位を獲得した。2000cc 以上クラスに出場した一両も、 当時無名だったアルフレートのイバウアーの運転により、平均速度時速 55.5km で6位または7位に食い込んだ。この年だけで、サッシャは51のレースに出場、43の1位と8の2位を獲得し、ポルシェとアウストロダイムラーの名を全ヨーロッパに轟かせた。ポルシェは、スポーツでの成果により、社名が知られ、それにより、自動車が売れる旨主張したが、 重役会は、資金がかかりすぎる旨を主張し、高齢に会議的であった。ポルシェはさらに 2000cc と 3000cc のエンジンを積むスポーツカーを試作し、生産の準備に入っていたが、1922年秋、モンツァにおけるイタリア GP で、サッシャのワイヤーホイールの材質の問いからクラッシュして、ドライバーが死亡する不幸な事故があり、アウストロダイムラーの経営陣はこの事故の責任を、 すべてポルシェに押し付け、レースを禁止してしまった。これに憤慨したポルシェは、即日辞表を提出し退職した。1923年4月、本家とも言うべきダイムラー元オレンに、主任設計者として迎えられ技術部長、剣取締役に就任し、家族と共に、バイマル共和制下のドイツシュトゥットガルトに移った。片腕であったオットーケラーとテストドライバーであった。 ノイバウアーが、アウストロダイムラーからポルシェに従って転職してきた。最初の仕事は前人であったパウルダイムラーが、開発途上で放棄した、レーシングカーの継続開発であり、ポルシェの改良により 2000cc4 気筒 o、OH、HC、スーパーチャージャーエンジンは 120HP、4500RM を発揮。このレーシングカーは1924年の樽が、 フローリオで平均速度時速 66.081km を記録し優勝した。この勝利はスポーツカー界のみならず学会からも高く評価され、1924年7月4日にシュトットガルト工科大学から名誉工学博士を受けた。また1924年からメルセデス、1926年ダイムラーがベンツと合併しダイムラーベンツとなった後は、 メルセデス・ベンツブランドで高性能乗用車やレーシングカーを多数手掛けた。中でも1927年から生産されたスポーツモデルの S シリーズは1928年には SS、SSK という古典的高性能スポーツカーに発展。これらはレースフィールドでも大成功を収めた。そのカタでポルシェは小型大衆車の開発にも意欲を見せていたが、 第一次世界大戦後の不況下で着手は困難であり、さらに不況対策のためが圧定したベンツ系の重役人からは大反対を受けた。もともと頑固な性格のポルシェは経営人との圧力も多く、彼らの意向で開発現場から外される見込みになったことから SS が世に出た1928年にダイムラーベンツを辞職した。ダイムラーベンツを辞職すると、 早速チェコのタトラ、オーストリアのシュタイア、原シュタイア・ダイムラープフから声がかかった。1929年1月シュタイアの主任設計者となり、その後わずか1 0週間で 2000cc6、気筒エンジンを積んだ車両、30の設計を完了した。この車は1935年頃まで多少の改良を続けながら生産され、シュタイアの大黒柱となった。 ついで8機等 5300cc100hp のエンジンとオーバードライブ、ブレーキサーボなどの新鋭機構を搭載した大型車、シュタイア・オーストリアを設計、自ら運転して1929年のモンディアルド、ロトモビルに参加し、非常な人気を得た。しかしシュタイアの業績は傾きつつあり、ついに銀行管理を経て、アウストロダイムラーに吸収されることになった。 かつて意見衝突から退職に至った経営者のもとで、働く気にはなれず、シュタイアも辞職することとなった。1931年秋、シュトットガルトに設計とコンサルティングを行う、ポルシェ事務所、ドクター・イング・ HC、カイポー・シュ・ G ・ MBH、コンストルーク・シャナウント・ベラツンゲン・ F、アール・モート・レンド・ホエベオを設立した。社員には、かつての同僚や、ボッシュで、 途程期間を終えてきたばかりの息子フェリー・ポルシェラがいた。最初の仕事はバンダーラーからの注文で 2000cc 級中型車の設計だった。ポルシェ事務所は設計について投資番号で呼ぶことにしたが、この最初の作品は依頼者に器具を与えないようタイプ、1デックタイプ7とした。タイプ7は成功し、 バンダラーはより大型かつ高性能な自動車の設計を発注してきたので、8気筒オフスーパーチャージャー付き 3250cc エンジンを積んだタイプ8が設計され試作された。このタイプ8には、シュトットガルト大学のカム博士が当時珍しかった風洞実験を行った結果到達した流線型ボディがロイター、ゲンレカロの製作により仮装されていたが、 バンダラーがアウトユニオンの結成に参加したため生産には至らなかった。このカム博士の流線型理論は後のフォルクスワーゲンのボディ形状に影響を与えている。ドイツ国内外の主要メーカーからの移植によって自動車設計を手掛ける一方、当時の技術における理想的なレイアウトのリアエンジン式、流線型小型大衆車の開発を試みるが提携先。 メーカー各社の十分な協力が得られず、資金不足により頓挫した。この時設計したタイプ12が、後のフォルクスワーゲンの原型となった。ポルシェは設計者としての能力は傑出していたものの、新技術の開発自体はあまり多くなかったが、この時代には横置きトーションバーを上下2段に配置して2本のトレーリングアームで車輪をシジる、前輪向けのコンパクトな、 ポルシェ式独立喧嘩を考案している。フォルクスワーゲンなど自らの開発するモデルに利用した他、アルファロメオ、シトロエン、ボックスホール、モーリスなど、多数のメーカーが特許料を払ったり、直接ポルシェに設計を依頼してこの方式を用いた。この頃、ソ連からの招聘を受けて、ヨシフ・スターリンと面会し、スターリンはソ連で自動車開発のために働くことを提案した。 当時のソ連はフォードから旧式モデルのツールをプラントごと購入すなどして国産自動車の開発に邁進しており、ドイツとも密かに関係を結んで戦車開発を進めていたのである。このためスターリンはポルシェにも好条件のオファーを示し、ポルシェ本人も相当苦しんだと述解しているが、ロシア語の壁は56歳の自分にはとても乗り越えられないとして辞退した。 1933年にドイツの覇権を握った独裁者、アドルフ・ヒトラーから、歓喜立候団を通じて、国民車、ドイツ語でフォルクスワーゲンの設計を依頼された。ようやく理想の小型大衆車開発を実現した、ポルシェは、3年後の1936年には、流線型ボディ、クーレーリアエンジン方式の 1000cc 試作車を完成。1938年には、 計画通りの量産化に着手している。この際、社名はヒトラーにより、K.D. カイバーゲン、換気立候者とされた。後の、カブトムシ、ドク、ケファー、A、ビートルの愛称で、世界的に親しまれた、名車フォルクスワーゲンタイプ1である。当記事では以降、フォルクスワーゲンとする、企業名と混同せぬ、要注意。またこれと、並行し、やはり、ヒトラーの講演を受けた。 アウトウニオンの依頼でミッドシップ方式のレーシングカー、ピーバーゲンを1934年に開発。同時期に開発されたライバルメルセデス・ベンツ W25 シリーズと並ぶ高性能レーサーであり、両者はヨーロッパの多くのレースを席巻した。1938年にはノーベル賞に対抗してナチスドイツが制定したドイツ芸術科学国家賞を受賞した。 当時モーリスにいたアレック・イシゴニスはこの車両に強い、感銘を受け、アウトウニオンの車種をスケールダウンとともに、簡略化したような構造の 750cc、スプリントカーを製作したほどであった。フォルクスワーゲンとアウトウニオンレーサーは、いずれもポルシェの開発能力だけでは成立し得ず、ヒトラーの意向による国家的公演があっての存在であった。連歌で、 高性能なフォルクスワーゲンはヒトラーが大衆政策として開発を支持したものであり、銀色のアウトユニオンは国威発揚のための宣伝の具であった。その他、第二次世界大戦直前から戦争中にかけて、ポルシェは風力でプロペラを回す風力発電機、フォルクスワーゲンエンジンを流用したサーチライト用エンジン、5機統制型エンジンをアンダーフロアに搭載したバス、 新型ラバーサスペンション V16 エンジンをミッドシップし横掛け3人乗りの P バーゲンなど多様なデザインをこなした。その中でも特筆すべきは速度記録者 T80 である。純粋な技術者で政治に関心のなかったポルシェはヒトラーに対しても相当格下などの継承を用いずにヒトラーさんと一般人同様の呼び方をしていた。 しかし、ポルシェのサイを買っていたヒトラーは気にせず、受け入れ、開発資材も潤沢に与えた。すでに、アメリカ合衆国でも自動車の公家として知られていたが、この時は秘書のみを伴い、短期間アメリカ合衆国へ旅行した。この時は、パッカードの V 型8気筒エンジン搭載車を現地購入し、それを利回して移動した。キロあらかじめブレーメンで帰国することになっていたが、ブレーメンが、 大西洋を渡る二日前に当時世界最大の船舶で就航したばかりのクイーンメリーが渡ることをニューヨークで来ったポルシェはそれに乗って帰ると言い出した。当時すでにドイツ人に対する外国為替制限は非常に厳しくなっており旅行が間もなく終わる時でアメリカドルはほぼ使い果たしていたのでそのままであればドイツマルクが使えるブレーメンで往復するしかなかった。秘書は ブレーメンの切符を払い戻し外国合わせで返金してもらうよう来たドイツロイド社に問い合わせたが外国合わせ法違反になるという理由で断られたロイドから許可を申請してもらうようドイツ政府に話をしたが断られたようだったという秘書はその旨話したがポルシェは納得せずクイーンメリーに乗れる方法を考えてほしいとのことだったので秘書はキュナードホワイトスターラインの事務所を訪れ 無料で特等室を使う許可をもらい、ポルシェは無一文で大西洋を渡った上に食費として数ポンド受け取った。船長は有名人を乗せたことで満足していたが、ポルシェは持ち前の好奇心からエンジンルームも見たいと言い出した。当時外国人をエンジンルームを見せることは原則禁止されていたので断られたが、ポルシェは特別の許可を出してほしい胸話をし、 結局その特別の許可を出すために、ロンドンに問い合わせて、許可を出す羽目になった。ポルシェは気づいた疑問点を技師にすべて聞き、技師は喜んでそれに答えた。船は台風に遭い非常に揺れたが、ポルシェは1日1度気晴らしに船を一周する習慣を止めず、大きく傾いたブリッジに行き技師に何度傾くと、船が転覆するのか尋ねた。義シは、 ブリッジが水に浸かるまで大丈夫だがブリッジにはもう来ないようにと話した。しかしポルシェはどれだけ傾いているか写真に収めた。サウサンプトンに船が到着した時、新聞記者が台風の中で撮影した写真を欲しがっており、ポルシェの撮影した写真が日刊誌に掲載された。その後オースチンのハーバートオースチンに招かれて、工場を見学するためにから3日イギリス滞在した。 この旅行は、前回のような私的なものではなく、フォードのヘンリー・フォードと国民者の問題を長い間、討議したが、フォードは、モデル T の成功の夢から抜け出せておらず、非常に保守的であったため成果はなかった。ポルシェはフォードをドイツに招待したが、もうすぐ戦争が始まるであろうことを理由に断られた。第二次世界大戦中には、アドルフ・ヒトラーの意向により、 ホルクスワーゲンをベースとした軍用車両、キューベルワーゲン、シュビムワーゲンやティーガー戦車等の戦闘車両の設計に携わった。戦争末期はローナー以来の発電駆動式を採用した VK4501 戦車や超重量級戦車マウスなど相当に古代妄想的な兵器の設計を行っている。これらの兵器はカタログスペックこそ かなりの性能を有しており当時絶望的な戦局を逆転させる超兵器への願望が強かったヒトラーにはいたく、好評でお気に入りの作品だったと言われている。現実の軍用車両としては運用性、機械的信頼性、耐久性、生産性に多くの難点を抱えており、兵器としての根本的実効性は著しく疑問の持たれるものであった。 しかし生産性の低い横置きトーションバーと比較して能力は低いが生産性の高い縦置きトーションバーサスを開発したり進む戦車の重量の増大に対してサスペンションの対応を考慮して変速機を排出するためのモーターの採用など機械的な改革を軍部にも積極的に進言採用させるよう努力している部分もあった終戦の時ポルシェはゼルアム勢にいた ポルシェ自身は、ナチス党の政治理念には反対であったが、ヒトラーと極めて密接な関係にあったこと、事実として、数軸側の戦力に多大な貢献をしたことからドイツ敗戦後の1945年6月に、戦争犯罪人として、アメリカ合衆国軍により、ヘッセン州に連行され、有名人戦般容疑者収容所となっていた古城に姿された。アルベルト・シュペヤによればポルシェは、 政治と全く関わりがなかったのだから、収容は無意味だとされ、定調に扱われてある程度の自由が許されており、また数週間後には釈放され、セルアム勢に戻ることになった。その帰り道、新中軍により差し押さえられていたツフェンハウゼンの自分の工場によって、自分の工場を見せてもらう、要子機に頼んだが、断られた。フランスでの国民者構想計画について、 フォルクスワーゲンの設計者の助言を得たいとフランスから招待されて、義理の息子フェルディナント・ピエヒア秘書を伴い、バーデンイコールバーデンに赴き、交渉に臨んだ。当初交渉は、和やかな雰囲気で、具体的に進んだが、フランス国内の政変により、情勢が急変。ポルシェは、戦争中フランスの工場を接収し、フランスの労働力を搾取したことに対して責任があるなどと、 全く根拠のない非難が吹聴され、息子と共に逮捕されて2から3週間後にパリに連行された。パリではルイルのオタクの紋営所に寝泊まりした。この時試作中のリアエンジン小型車、ルノー 4CV、1941年設計開始、1946年発表の設計完成への助言を求められて与えている。間もなくディジョンの刑務所に移され、 ここで一年七ヶ月厳しい生活を送ったが、ベネディクト界のヨハネス神父の尽力により、何とか生きながら得られた。息子フェリー・ポルシェは、チスタリアグランプリレーサーの設計費用として100万フランを、え、これを保釈金としてポルシェは1947年8月1日に、釈放された。しかし長い習慣で健康を害しており、その後は健康状態が優れなかった。 自動車の設計やポルシェ AG の運営の大部分はフェリーポルシェが取り仕切ったが戦後1945年から本格生産を開始したフォルクスワーゲント1948年から生産開始されたポルシェ356の生を見届けた1950年6月3日に行われた75歳の誕生日会には全ヨーロッパから50代のポルシェ356が そのオーナーの運転で集まって祝福したが、同年11月に脳梗塞を発症、翌年1月30日死亡した。75歳を打つ。死後、自動車、電動、1987年、及び国際モータースポーツ電動、1996年、入りしている。息子らにより復興した、ポルシェケと、その女系にあたるピエヒケの両家合わせて、現在まで、 フォルクスワーゲングループを支配している。総資産は4000億ドル以上とされる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。